ヤグルマギク族は、キクカの族の一つである。ギリシャ神話に出てくる、半人半馬の怪物ケンタウロスが由来。英語読みにしてセントレア、またはセントレアと呼ぶこともある。旧世界の温帯地方が主な分布域であるが、北米に自生するものも五種ほどある。草丈30から120センチメートルの一年草または多年草で、寒さには強いものが多い。 葉は細長く、前縁のものもあるが、一回、または二回のうじ吹く服用のものが多い。花は、環状花からなる、登場花で、あざみに似た姿のものが多いが、登場花の蘇生が荒く、松虫草の花のように見えるものもある。一部の種は花に棘を持ち、農業においては、有害雑草として嫌われている。花色は大きく、青、紫。 藤色などのブルー系と木花のイエロー系に分かれるが、園芸種には白、ピンク、黄色などの品種もある。日本では19世紀末にトライしたヤグルマギクが、花壇や切り花用の草花として流通しており、他にもいくつかの種が栽培されている。それに伴い、ヤグルマギクやクロアザミなど数種が帰化している。約35600種が属する。 かつてヤグルマギクの仲間とされていたニオイヤグルマギクアンバーボーアマスコタは現在は独立したニオイヤグルマ族アンバーボーアに含まれている。ありがとうございます。